メジロ。メジロ、メジロ、ヌイガンジ、学名ゾステロプスジャポーニカスはスズメメ、メジロカメジロ属の鳥の一種である。全長約12センチメートルで、スズメよりも小さい。翼海長は、約18センチメートル、緑がかった瀬戸、アンカ色の羽を持ち、死遊動色。木の周りの白い輪が特徴であり、名前の由来ともなっている。 なお、メジロ化に属する鳥江名でもと呼ばれ、また、中国語名では、と呼ばれ、やはり名前の由来となっている。室町時代から、メジロの名で知られている。昔は、縫いがん寺という漢字が用いられていた。日本で見られる野鳥の中では、味噌サザエキクイタダキに次いで最も小さい部類に入る、小鳥である。東アジア、日本、中国、朝鮮半島、台湾。 海南島から東南アジア、ベトナム、タイ、フィリピンにかけて分布する流暢、または標徴。日本では、冬季の寒冷地を除く全国で、低地から山地にまで広く分布する。市街地の緑地のある公園などでも見られる。なお、それ以外の地域、ハワイ諸島等で見られるものは、主にペットとして、あるいは害虫駆除のために連れて来られたものである。 食生は雑食だが、花の蜜や果汁を好み、いく数期には虫なども捕食する。花の蜜を大変好むため夏季に合わせて行動し、春には好物の花の蜜を求めて南から北へと移動するものもいる。特に早春は椿や梅の花に群がる様子がよく観察され、チー、チーという地鳴きで鳴き交わす様子がよく観察される。花の蜜を好むことから、 花水、花露などの地方名がある。ソメイヨシノが開花すると、ヒヨドリやスズメと共に花に群がってくる。非繁殖期は、産地から平地に移動し、群れで行動することが多く、カラ類と根群を形成することも多い。繁殖期は、つがいで分散し、庭で泣き交わしながら、花から花へと飛び回る様子が、よく観察される。睡眠時は、 群れ全体で塊となって枝に止まる習性があるため夕暮れ時になると塊の中心に割れ先に割り込もうとする目白の姿を観察することができる。陶器には足腹で観察されることもあり足についた昆虫を再食していると思われる。本種とウグイスは両種共に春を告げる鳥として親しまれていたこともあってか時期的。 場所的に重なる漁師は古くから混同されがちであった。前日の通り、目白は梅の過密を好み、早春には梅の花を求めて集まってくる。また比較的警戒心が緩く、姿を観察しやすい。一方、梅が咲く頃によく通る声でさえずり始めるウグイスは、警戒心がとても強く、鳴き声は聞かれても姿を表すことは、 あまりなくヤブの中から出ることは稀である。また、ウグイスは主に虫や、好みなどを食べ、過密を吸うことは滅多にない。また、そのウグイスとメジロの混同を示すものとして、ウグイス色がある。ウグイス色といった際に、ウグイスの肺褐色、オリーブ色に近いを想像する人もいれば、メジロの緑色に近い色を想像する人もいる。旧国鉄の黄緑六号など、 なお、古来より春を告げる言葉として、梅に、うぐいすがあるが、これは、梅の花に、うぐいすの声を添えた風情を意味し、日本画で、梅の枝にメジロを描くのとは、意味が異なる。メジロは、甘い蜜を好み、また里山や市街地でも、庭木や街路樹などの花をめぐって生活している。そのため昔から人々に親しまれた鳥である。現在も、 切った果物や砂糖水などを庭先に吊るしておくことで、メジロを呼ぶことができ、野鳥観察において、馴染み深い鳥の一種である。餌場で、ヒヨドリがメジロを追っ払うのもよく見かける光景である。またメジロは、比較的警戒心は緩く、頻繁に泣き交わしつつ、群れで行動するため、慣れた人だと口笛で、羽笛の感覚で吹く仲間がいると思い込ませ、群れを呼び寄せることもできたという。 目白には、お互いに押し合うように、ぴったりと枝に並ぶ習性がある。このことから、混み合っていることや物事が多くあることを意味する、慣用句として、目白押しがある。また、円台に一列に並んで腰を掛け方を左右に、押し合って、端のものを順々に押し出す遊戯として、目白押しがある。以下の亜種に分類されている、朝鮮目白、和別種、和歌山県、 大分県の県庁に指定されている。また2007年までは50円切手のデザインのモデルになっていた。国際自然保護連合 IUCN により2004年からレッドリストの経度懸念 LC の指定を受けている。日本では大東目白 ZJ でトーンシスが沖縄県でレッドリストの絶滅の恐れのある地域個体群の指定を受けている。かつて 特に戦前の時代には、メジロを飼うことが子供たちの間で流行していたこともあったが、現在は一般には、鳥獣保護法により捕獲禁止となっており、飼育も禁じられている。しかし毎年のようにメジロの密漁者が摘発されている。2011年7月13日、環境省は2012年4月から、メジロの飼育、愛玩使用を目的とした捕獲を原則許可しない、 ことを発表した。これにより、日本において、飼育、愛玩使用のための捕獲が許可される鳥の種類は、原則として、皆無となった。口述、泣き合わせと密漁の項目を参照のこと。以前は、都道府県の鳥獣業務担当部署などで、愛玩使用の目的で、捕獲許可、使用登録申請をし、使用登録手数料を支払えば、一世帯当たり一羽のみ。 飼育が許可されていた都道府県によっては条例に理捕獲許可が降りないところもあった。捕獲にはメジロの繁殖期間を除いた捕獲許可期間が定められていた。2012年4月以降も以前から飼育しているものについては今後も飼育が認められている。メジロは良い声でさえずるため古くから和鳥として飼われてきたが特に江戸時代からメジロを泣き合わせる。 競争道楽の対象となり、現在に至っている。現在も、西日本を中心に、泣き、合わせの愛鳥会があり、定期的に会合が行われている。会では、さえずりの優劣を競い、優勝した個体には、賞金が出るとともに、横綱といった称号も与えられ、時には、高値で取引される。こうした会で優勝する個体は、すだち直前の雛に、月子と呼ばれる。 別の美しくさえずる個体のさえずりを聞かせる、あるいは貝で優勝した横綱の声をテープに取って、それを聞かせるといった方法で育てられるのが一般的である。しかし、飛びっ子、新子などと呼ばれる巣立ち直前の個体は、通例、違法となっている霞網で捕獲されるので、目白以外の多種まで混獲される上に、目的とする目白であっても、オスだけを残し、 さえずらないメスはその場で殺してしまうので、問題となっている。こうした事態が、野鳥の乱獲による生態系破壊を受け、鳥獣保護法による規制が強化され、現在は都道府県知事の許可を得た場合を除き、目白の捕獲及び飼育が禁止されており、都道府県によっては、条例で捕獲及び飼育を全面禁止しているところも、あるが、同法では、 日本国外で捕らえた野鳥の輸入と、その飼育を禁止していないため、中国などからアシュヒメメジロなどを輸入し、日本国内で密漁したメジロに輸入証明書をつけて販売する悪質な業者と、それを買い求める者が現れて、問題になっている。不要となったヒメメジロは、日本国内で放されたり、殺されたりしていると言われ、種の交雑や倫理的な問題も懸念されている。 その対策として、日本野鳥の会など、野鳥保護団体が設立した、全国野鳥密猟対策連絡会、密大連では、販売店や、密猟の実態調査、アッシュヒメメジロ、ゾステロプスジャポーニカスシンプレックスとの見分けを、示したリーフレットの製作、ハンプといった、啓蒙活動を行っている。また環境省、製作は山品鳥類研究所でも、 同様のパンフレットを用意するなど対策に当たっている。なお、アシュヒメメジロは、目先や前頭部、背などが黄色がかる胸部が開白色である、といった特徴からおおむね判別できる。また、同様の密漁事件は、ウグイスやホウジロなどでも起きている。現在の日本では、ウグイスやホウジロなどの捕獲は、全面禁止。以上の諸問題により、 2011年7月13日、環境省は2012年4月から、メジロの飼育、愛玩使用を目的とした捕獲を原則許可しないことを正式に発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。